後ろだね。どんな依頼があるのかな。うん、これにしよう。さあ、行くわよ。お社だね。
張ります。わかった、私に任せてくださいまし。お社に行こうか。依頼は来てるかな。これやってみたいかも。忍びの道、極めてみせる。山の堅牢を宿しましょう。それふっせい、逃がしませんわ。それ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 はっ、そこさあ、こんなのはいかがですか。はっはっ、遅い。ふっ、女神四人の秘術、そしてコンパリルの力ですわ。アッサさん交代だね。カミカ流究極一気にいくよ。
舞い忍びます。行きますわよ。
遅い。たっせい。はっ、よっ、そこ。少しまずいですわね。はい、よっ、たっ、来ませんわ。はっ、無駄ですわ、この術で。よっ、たっ、使いますわ、使いますわ、この術で。はっはっはっ、女神四人の秘術、これが私の力。はっはっ、それふっはっ、逃がしませんわ。はっ、はっ、まだですわ。交代だね。私の権力見せてあげる。どうも、よかったでしょう。討伐完了。やったね。しっ、やっ、ふっ、逃がさない。依頼は来てるかな。私に任せてください。そこ、そこ、よっ、あっ。
この術で。そこ討伐完了ですわ。よっそれじゃあせい行きますわよ。依頼は来てるかな。舞い忍びます。それ。やっ。ふっ。今だ。シュッ。はっ。さあ。ふっ。シュッ。やっ。ふっ。私にお任せを。まだまだですわ。それ。やっ
やっしっシュッそれタンフッシュッやっシュッ今だはっくらえそれタンフッ逃がさないそれシュッくらえやっフッシュッ本気でいくよわかった。覚悟はいいですか？以前に来た時とは違って暗いですね。どこに向かいましょう？目指すは妖ゲーマのみ。供物平坂に向かう。その場所がどこか考えてるんだけどな。ま、下だろう。船が供物平坂につながってるとしたら、そこの部分しかない。そうだな、異論はない。で、下ってのはどっちなんだ？私が知りたいくらいだ。話してると敵に囲まれるかもしれねえし、とにかく移動するぞ。気配がする。こっちだ。そりゃ敵の気配じゃないのか？いや、敵を倒していけば案外つくかもしれないぞ。敵も供物平坂の入り口を守ってるだろうし。その可能性は高いです。ゴーさんに続きましょう。承知しました。行ってまいります。
きますよ。霧が濃くなっています。少し肌寒いですわね。アール姫、いつでも温めて差し上げますので遠慮する必要はありませんわ。メール、時と場合を考えなさいよ。これは霧じゃないから寒いわけないでしょ。敵地の真ん中に来てまでやらないでよ。私は大丈夫ですから。寒く感じるのは正気のせいかもしれません。正気が墓地で寒気を感じるようなものか。ほらご覧なさい、ノワールが鈍感なだけだったようですわね。な、あなたが紛らわしいこと言うからでしょ。いい加減にしろ。なぜ私がお前らを止めねばならんのだ。ハニパ流より手がかかるな。でもそのおかげで私は恐怖をあまり感じません。皆さん本当に頼もしいです。変わる。山のごとく資格はない。体が覚えてるぞ。これだ。これだ。
返す。終わりか。取り戻せそうだ。
そこ大きな穴が開いてる。こんな頑丈そうな船にも穴は開くんだね。穴か。こういう時って迷うわ。上から来るか下から来るのか。みんなはどっちだと思う？何のこと？そんなの何かありそうな場所に現れるボスキャラに決まってるでしょ。アンブッシュアンブッシュ。本当に来た。私はまだダメだね。ネプチューンヌの言うことが理解できてない。ユキちゃん、私もわからないからそれが普通だよ。これだ、使わせてもらう。悪く思うな、悪く思うな。終わりだ。使うぞ。そりゃ今しめる、お前の全てを。その業背負ってやる。おっ、食らうな。使うぞ。これだ、ユニ。お任せください。強敵が守ってたってことは、ここが蜘蛛平坂に通じてると見て間違いなさそうだな。え？本当にここ？そこが見えない。道だって話じゃなかったっけ？はい、ここで間違いないと思います。ここを降りた先に道があります。この先にヨウ・ゲイムが。行くぞ。待って、準備はいいかとか、もう戻れないかもしれないとか、セーブを開けることをおすすめって言われてないわ。もうネプチューヌ、そんなこと誰に言われるっていうのよ。最近そういうゲームも少なくなりましたわね。ですが今はそんな言葉は必要ありませんわ。参りましょう。そうかもしれないけど、言わないと落ち着かないっていうか、つい言ってしまうのよね。たく、待ったをかけるせいでなんか行きづらいじゃねえか。勢いで行きたかったぜ。ではアスカさん、一緒に行きましょう。ここはハニパ流が先陣を切ります。この行きづらい雰囲気を破る、それが正義です。うん、行こう。って、ちょ、ユミちゃん、なんで掴むの？しっかり掴んでいないと離れ離れになってしまっては大変ですから、念のためにです。それなら私は雅を掴んどくか。ユミたちに負けられないからな。おい、よせ、
行くのは構わんが、掴むのはやめろ。これ式でうろたえているようでは長泣くぞ。まずは私たちが先に行かないと、みんな続かないだろう。このままじゃ拉致が開かないわね。ネプチューヌ、こういう時はあなたが先でしょ。そんな、私まで記憶がなくなったらどうするのよ。ノワール、本当は怖いだけって素直に言ったらどうかしら。私が行きます。こんなことぐらいでしかお役に立てません。私が先に行って安全を確かめます。姫、自ら危険を顧みず。わかりました。さ、私の胸に。お姫様抱っこのチャンスですわね。ダメだ、必要なら私がする。姫だってその方がいいでしょ。貴様たち、諦めろ。閉めろ。あちらへ参りましょう。ご依頼は来ているでしょうか。こちらへ参りましょう。ご依頼は来ているでしょうか。
悟はいいですか？見事に真っ逆さまね。どのくらい落ちているのかしら。ここは大人の余裕でちゃんと備えておきましょう。地面に突き刺さって記憶を失うと困るから、今のうちになんとか元に戻れないかしら。頑張ればいけそうね。勢いをつけて、えい、タイミングもいいわ。ちょうど地面が見えてきたわね。ネプチューヌ、先に落ちていたはず。みんな大丈夫かしら。ノワール以外は無事に着地できてるよね。こっちは問題ない。まあ、なんてことなかったな。はい、長く落ちた割には思ったより大したことはありませんでしたね。そりゃ多分ただ落ちたわけじゃなく、変な空間を通ってたせいだろうな。うん、ならここが雲津平坂冥界の入り口。無事たどり着いたか。ほら姫、着いたって。お姫様抱っこが間に合ってよかった。勇気、ありがとうございます。お姫様抱っこも意外と悪くないですね。もう、ゴーさんが急に押すからびっくりしちゃいましたよ。怪我したら危ないですよ。すまん、俺は貴様たちが怪我するとは思えなくてな。むしろ押せと言われた気がした。ゆうきさんもゴーも随分と変わりましたわよね。よし、みんないるわね。雰囲気的にここからが決戦よ。ねえ、私の上にいること忘れてないでしょうね。早くどきなさい。鎮魂の夢に沈みましょう。悪く思うな。戦いの勘が鈍ってるだと。お任せください。行きますよ。
本気でいきます。甘い甘い。はい。せい、そこです。さあ、許しません。せい、そこです。そこ、せよ。ゴーさん、変わる。使わせてもらう。今閉めろ。使うぞ。なんか取り戻せそうだ。ふん、体が覚えてるぞ。見切れるか。使わせてもらう。取り戻った。なかなかだ。とうとう追いついたわよ。 Well, well, well. この世界の忍者もやるものだ。見ない顔もいるな。アッキを目覚めさせるわけにはいきません。もしもの時はこの私が。アル姫、まさかあなたまでいるなんて。気にするな。ここにいても役には立たないだろう。それもそうですね。アル姫、ヨウツボ太夫から逃れたのですね。無事で何よりです。はい、私の窮地には必ず駆けつけ救い出してくれる。それが私の忍者勇気ですから。勇気、お願いします。姫の命だ。これ以上は進ませない。よう、私は先に行きます。足止めお願いします。分かっている。だが倒してしまっても構わんのだろう。はい、任せます。ネプちゃん、あっちの方が盛り上がってない？なんだか主人公っぽいよ。いいな。確かに。でも今のは主人公のセリフではないわね。どちらかというと負けフラグよ。二人ともふざけている場合ではありませんわ。それに
簡単に行かせてくれるような相手ではないですわよ。貴様、俺を知っていると言ったな。答えてもらう。おいおい、忍者が簡単に口を割るとでも？聞きたければ力ずくで来るがいい。いいだろう、今しめろ。そうだ、それでいい。ミーたちには果たすべき使命がある。そちらの都合など知ったことではない。ユーたちもそうなのだろう。そうです。あなたたちにどんな正義があろうとも、私の正義が許しません。何言ってやがる。こっちは侵略されてんだ。鳩の国を荒らされた礼もしないとな。こちらもマーベ国での借りを返させてもらおう。そちらにどんな理由があろうと妨害する。イエス、それでこそ忍者だ。サイト流の力を見せてやる。山のごとく資格はない。ほら、狙い今締めろ。ほら、力を示す。これだ、これだ、使うぞ使うぞ。おっ、狙い撃つ。おっ、体が覚えてるぞ。悪く思うな。終わりか。まだ何か、まだ取り戻せそうだ。やったかしらって言うと、やってないものだけれど。まだ余力を残してる。この程度じゃ機械忍者と変わらないし。グッド、いい、いいぞ、期待通りだ。なんだこいつ、殴られるのが好きなやつもいるにはいるが。ミーは鉄子とは違う。確かに使命もあるが、別の願いもある。ミーが全力を出せる相手を探してこの次元に来た。アドミン、スチームユニットオン。この時を待っていた。山のごとく資格はない。そりゃ今閉めろ。悪く思うな。ユニ、お任せください。お見事です。山のごとし守りの力。そこ、せよ。その程度ですか。いてつきなさい。甘い甘い。終わりのようです。はい。甘い甘いですよ。はい。お見事です。使わせていただきます。使わせていただき、使わせていただき。山のごとし、守りの力。許しません。違いを見せてやる。覚悟はよろしいですか。
見切った見切った凍てつく扇はぁはにかの演舞ご堪能いただけましたか務めを果たせたようです。私たちの勝ちね。もう変身できるほど力は残っていないでしょう。まだだ。ミーはまだ戦える。よう、もうボロボロ。これじゃもう無理なんじゃ。無理だと？ミーは諦めないと誓った。諦められるならこんなところまで来ていない。ミーはまだ戦える。かかってこい。かかってこいって言われてもな、もう動けないだろうが。先に行くぞ。動けぬ相手の言葉に付き合う必要はない。シェッ、見逃すというのか。ミーたちは多くの国を侵略し、シェアエネルギーを奪ってきた。ある国は衰退し、滅んだ国もある。この手は汚れ、この身は罪にまみれている。戦わぬならとどめを刺せ。これって、姫のビジョン？いえ、違います。これは私ではありません。よう、この国の守護者はあなたです。ふん、ミーにこんな力があったとは。いいだろう、サイト流のマスター、ヨウ・ゲイマ。テツコに使えよう。その力で、この国を共に守りましょう。お願いしますね。ありがとう、ヨウ。とうとうこの国のシェアがトップになりました。これもあなたのおかげです。私一人では。テツコ、もういい。ミーこそ感謝している。力と役目を与えてくれたことに。それにまだトップだ。他の国がそうであるように抜かれることもある。これからもテツコに仕え戦おう。はい、気を抜かず、今まで以上にこの国を成長させましょう。Why？ どうしてこんなことに？わかりません。私たちはどこで間違ったのでしょう。ミーたちがトップだったとしても、この世界が、次元が滅びる、だと？ミーたちの力で世界を統一し、無駄な争いのない世界を、平和を目指したのに。諦めてたまるか。はい、こんなところで諦めるわけには。今さら立ち止まることはできません。蜘蛛地平坂は強い思念に反応し幻を見せる。今のはこの方の強い思いが見せている幻影です。つまり陽の過去ですわね。内容から察するに、自分たちの世界が滅びるのを防ぐため私たちの世界に来たのでしょう。自分の世界を救うためスチームレギオンの正義があったのですね。ミーの過去を見たくらいで勝手に分かった気になるな。貴様の過去などどうでもいい。俺の過去を答えてもらおうか。 Oh, that's right。そういえば、そんなことを言ったな。何？まさか、貴様も記憶喪失か？違う！だが、
その忍び装束と忍術に見覚えがある。歌方、そう、歌方とか言った忍者のものだったはずだ。歌方、すまん、俺は。だが聞いたことがあるような気がする。それはどこだ？歌方なんて聞いたことないな。ゲーム人間にある忍者の里ではなさそうだ。ま、イストワールに聞いてみないとわからねえな。私も知らない。忍びの里と流派は一通り勉強してるはずだけど。何これ、まさか。ふん、徹子が採用についたか。結果的に時間稼ぎだけは任務を果たせたようだ。おい、さっさと行こう。どうしても話したいなら終わった後にでも話せ。皆さん行きましょう。ゴーも来てくださいますか？ああ、俺は仲間まで失うわけにはいかないからな。行くぞ。このミーが最後の最後に負けてしまうとは、これも因果応報というやつか。ミーたち二人でやり遂げると誓ったが、守れずにすまない、徹子。結局なんでアッキーを復活させるのかわからなかったね。そうね、ヨウの過去にも出てこなかったわ。もう一人に聞くしかないだろうな。だがたとえそれがどんな理由であれ、私たちは阻止するぞ。迷うなよ。もしアッキが復活していたら、私は伝説の巫女のようにできるでしょうか？私は姫を信じ従い守る。だから姫も自分を信じるんだ。心配しなくても私たちだっているわ。みんなで何とかするのよ。はい、わかりました。ここに来たのはあなた方になりましたか。要は敗れたのですね。徹子、ご推察の通り、要なら倒したわ。あなたは戦えないんでしょ。もう諦めなさい。私たちは決して諦めません。そう誓ったのですから。みんなちょっと待って、話をしない？ヨウの過去を幻影で見たんだけど、てっちゃんも一緒に映ってたんだよね。それで理由を聞いてみたいなーなんて。ねえ、いいでしょ。変身を解くなんて何の真似ですか。そうね、できるなら私も話を聞いてみたいわね。ヨウから直接聞いたわけでもないし。ええ、何か別の解決策を探すためにも、アッキーを復活させる理由お聞かせくださいませんか？みんなしょうがないわね。戦えない相手に戦闘状態なんて意味ないし、付き合ってあげるわよ。
わかりました。お話ししましょう。コンパ流は甘すぎる。問答無用で抑えるべきだ。いいえ、相手が話すと言っている以上聞くべきです。話した後それでも戦うことになったら戦いづらくなるだけだぞ。私はいいと思うよ。ネプちゃんたちと話せばいい案が出るかも。話す時間があればですが、アッキ、いえ、ファントマキアはこの穴の先、冥界に封じられています。この穴は冥界に通じており、私はすでにこの世界のシェアエネルギーを集めたシェアクリスタルを落としました。そんな、それではもう防ぐ手段は直接冥界に行くぐらいしか。シェアエネルギーは冥界に起こされ変質し、ファントマキアはそれを取り込み復活します。ネブー、なに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 、これは絶対何か起きるよね。そうじゃなきゃここまで揺れないよ。な、何が。それに揺れが大きくなってきてる。姫、下がって。これは俺の記憶にもない強い気配を感じる。これがファントマキア。光ある世界に生まれ出ようとして叶わなかった無数の怨念の集合体。憎い、ほふり去る、この悪鬼、恨み晴らさでおくべきか。だから甘いと言ったんだ。完全に出てくる前にやるぞ。ああ、冥界まで行く手間が省けた。悪く思うなよ。血祭りにしてやる。忍者、再び邪魔するか。許さん。なんだ、攻撃が弾かれてるぞ。何か特殊な力に守られているようですね。攻撃を通す方法を探さないと。ここは私がそのために連れてきてもらったのですから。えい、姫、どうしたの。何かしようとしてるみたいだけど。そんな、どうしてシェアが束ねられない。当然です。ここは供物平坂の奥、冥界の近く。もはやあなたたちがいる世界、ゲーム人界とは言えません。そういえばここに来た時ヨウが言ってたわね。ここにいても役には立たないと。姫の力も知っていたのね。私たちが引きつけるから、その間にみんな何か手を考えて。私は、皆さん、ごめん。姫なら大丈夫。いつも気丈で頑張り屋で、疲れるまでやっちゃう。そんな姫にできないことはない。ゆうき、シェアとは忠義、信じる力。私は今までずっと姫への忠義を忘れたことはない。たとえ私の心全てが擦り切れようとも。受け取って、アール。勇気、力だ。でもこれでは勇気が。見つけた、お前だ。お前は必ず潰す。
けよ。アール姫の邪魔だけはさせません。なんだ、そんなことでよかったんだね。私たちっててっちゃんが用意以上に諦めが悪いからさ。ちょっとくらい攻撃が効かなくちゃって痛くも痒くもないもんね。それにこの程度のピンチじゃ私たちの心の火は消えないよ。姫、私の力も使ってよ。あなただけカッコつけるんじゃないわよね。一緒にこんなとこまで来たんだから、私と結城、姫はもう国や流派を超えた仲間。ううん、友達でしょ。でも姫に対してこんなの失礼よね。この中で姫と共通点があるのは私だけ。親近感が湧いてくるのよね。落ち着いたらゆっくり話がしたい。姫への思いはここにいる他の誰にも負けませんわ。さあ、この思いを受け取ってくださいまし。みんな、私たちも諦めない気持ちなら私だって絶対負けない。私も負けず嫌いでな、アスカには負けられないんだ。受け取れ姫さん。姫の力理解いたしました。私の力をお使いください。正義の力で悪を退けましょう。結局は気持ちが強い方が勝つ。だがそれも悪くない。記憶は失っているが心はある。受け取れ。皆さんの思いがこんな近くにあったんですね。それは嫌だ。光だ。皆さんの思いが、これがこの世界の忍者たち。ファントマキアをひるませるほどの力、私とイオウには足りなかった力ですが、これでは足りません。大丈夫かしらね。ネプコって実力はあるんだけど、空気読めないし、すぐピンチになったりするじゃない。まあ、女神4人とハニパ4人が揃っているから、私が心配することでもないんだけど。はいです、大丈夫ですよ。私たちは蜘蛛大社や鳩の国の復興のために注力するです。そうですね、信じましょう。どんな難易度のミッションもクリアしてきましたし、やるときはやる皆さんです。あ、アール姫。いえ、これは姫のビジョンですね。アール姫、どうしました？前と様子が違いますね。エースさん、ハイちゃん、見てください。外です、外を見るですよ。アール姫が。え、なんでアール姫のビジョンが空にも？世界中の皆さん、お願いがあります。喋
声が届いている皆さんにお願いがあります。今この時に世界の危機に立ち向かっている人たちがいます。お願いします。皆さんの力を貸してください。世界を、ゲーム人界を守るために、皆さんの思いを私に託してくれませんか。これってネプコたちのことよね。アール姫もついていったのね。はい、間違いありません。アール姫ならば一緒に行くと思っていました。アール姫は無理してるですか？前も長い時間使えなかったのにビジョンをこんなに大きく使ったりして心配です。もしかしたら強い思念に反応して幻を見せる供物平坂の力を利用しているのかもしれないわね。ビジョンの力を持つアール姫と幻を見せる特性を持つ供物平坂、偶然なのかしら。いえ、これは必然です。鳩の国や他国の忍者たち、伝説の巫女の血を引く姫、そして供物平坂、きっと何かが起こると思っていました。すでに秋が目覚めたのだとすれば、アール姫がすることはただ一つ。もしかしてアール姫はシエを束ねるためビジョンを使って。わかったです。えい、ネプネプたちのため。こうですか。そういうことなら私もやるわ。皆さんと共に、この世界のために共に戦いましょう。アントマキアにはこの世界中ほぼ全てのシェアが取り込まれています。それに比べてあなた方はたった10人。ええ、分かっていますわ。だからといって黙っているだけなんて耐えられませんわ。たとえ10人でも。メール、そうねと言いたいところだけど現実的じゃないわ。さすがに無理よ。ひるませただけでも上出来だろ。今のうちにみんなで叩くってのはどうだ。先制攻撃が全く効かなかったのに、このまま戦っても私たちの力だけでは到底及ばない。思いついちゃったもんね。だったらさ、世界中のみんなにも助けてもらうっていうのはどうかな。私って誰とでも仲良くなれるし、みんな助けてくれると思うんだ。あれ、今いいこと言っちゃったんじゃないかな。ネプちゃんなら仲良くはできると思うけど、それこそ無理そう。アッキだっていつまでもひるんでないよ。いえ、できます。私のビジョンなら世界中に伝えられます。そんなのダメに決まってるでしょ。世界中になんて使ったら姫が倒れてしまう。時間がありません。勇気は私を信じてくれるのでしょう。だから私も自分を信じてみます。世界中の皆さん、お願いがあります。姫、分かった。迷ってごめん。最後まで姫を信じる。せめてそばで支えさせて。お願い、世界中の人たち、姫に応えてくれ。私は V の国の R と申します。伝説の巫女の血を引く者として、どうしてもお伝えしなければいけないことがあります。声が届いている皆さんにお願いがあります。今この時に世界の危機に立ち向かっている人たちがいます。
がってきてる？シェアってこういうのだったんだ。温かい。お願いします。皆さんの力を貸してください。世界を、ゲーム人界を守るために。皆さんの思いを私に託してくれませんか？私たちが集めた力より強い輝き。どこにこれほどの力が、シェアがあったというのですか？シェアは心の力。誰かを、世界を、思う心。世界からシェアエネルギーを奪い尽くしても、人々の心の力に限界はありません。姫、一緒に。はい。の気持ちを受け取りました。ありがとう。使わせてもらいます。この世界のみんなの思い。ゲーム玉。なぜだ、なぜ、なぜ。周りにあった黒い力が消えた。これならいけそうだな。ああ、いける。俺の忍者としての記憶がそう言っている。皆さん、油断しないでください。まだ力を残しています。うん、あとはみんなを信じて最後まで戦う。舞い忍びます。さあ、ラストバトルだ。ガスモクセよ。ゲーム人界のみんなの思い、見せてあげるわ。全てを滅する。使わせてもらう、これだ。使わせてもらう、これだ。これだ。ふっ、山のごとく。資格はない。ふっ、体が覚えてるぞ。ふっ、おっ、それ。悪く思うな。閉めろ。力を示す。終わりか。この程度。今閉めろ。戦いの勘が鈍る。そら。これ好き。できるな。これだ。し。できるな。くそ、できるな。使うぞ。今しめる。お前の全てを。その後を背負ってやる。覚えてるぞ。これだ。これだ。これだ。ふっふっふっ。そら。食らうがいい。終わりか。ふっふっ。さっき。ふっ。そっ。
お任せください。この程度で。甘い甘い。ゴーさん。変わる。ユミ。お任せ。この程度で。この程度で。そこ。見切った。見てつきなさい。いただきます。はい。せよ。行きますよ。使います。行きますよ。終わりのようです。せい、そこです。許しません。本気で行きます。終わったわね。おとなしく寝てたのに誰かさんに起こされ、運が悪かったと思うのね。そんな、ファントマギアが負けるなんて。勝てた。これが姫の仲間の勝利なんだ。やっぱりみんなは私が信じた通りだった。
なぜ、なんだ。これなんだろう。なんかゲーム機っぽいね。ネプちゃんたちが好きなやつ。ちょっと見せてください。ふむ、これは初めて目にしますわ。私が知らないとなると。古いものなんじゃないの？それだけ悪鬼が長く封印されてたってことでしょ？そっちはともかく、徹子はどうするんだ？もう手は残されてないよな。ええ、用は破れ、ファントマキアを復活させることも失敗に終わりました。私にはもう何の策も残されていません。アッキと戦う前に語ろうとしていたこの世界に侵略してきた理由、ファントマキアを蘇らせる理由をお聞きしても。戦う相手が欲しかったんだ。よう、無事なのですか？ふん、ミーが死んだみたいな顔をするな。こいつらは、テツコ同様スイートな奴らだ。一緒にされるのは心外だ。殺せば解決というわけではないからな。生きていれば、いずれ仲間になることだってある。戦う相手が欲しいとは、どういうことなんですか？ふん、ミーの記憶を見ただろう。テツコの国が勝ち、その後も圧倒的な勝利を重ね、いずれ世界は争いのない平和な世界になった。争いもなく平和になったんでしょ？それだけですごいことよ。だが、それは滅びの道だった。戦う相手がいなくなれば、力は、シェアは必要ない。そして、世界からシェアが消えかけていた。何？戦う相手がいなくては記憶が戻らない。大変なことだぞ。はい、大変なことでした。シェアを生み出す強い心とは、相手がいて、争いがあるから生まれていたのです。私たちがそれに気づいた時はすでに手遅れでした。ミーたちと戦おうというものは現れず、さらなる実力を見せたり勢力を分けて戦ってもシェアは生まれず、むしろ減る一方だった。弱い方を応援したいみたいな感じかしら。勝利して名が上がるほど、何をしても上げ足取りされて、批判されて、叩かれて、炎上する。辛かったわよね。そこで、私たちの次元とは別のところから、戦う相手を探す必要がありました。いくつかの次元を超え、この次元にたどり着いたのです。ファントマキアをミーの次元に連れて行き、ミーたちの国が、ファントマキアと戦い続ける。あんなやつどうやって連れて行く気だったんだ？話は通じなかったし、戦い続けるったっていつか倒すだろ。ファントマキアはこの次元ではアッキと呼ばれていますが、本来はシェアを使うことができる神のような存在です。その身は不死身に近いでしょう。次元が違えば、そして日の当たる場所に出られていたとしたら、そこに国が生まれ、それを守護する存在となっていたかもしれません。あり得る。いえ、設定としてはありますわね。悪魔が主役で神と戦うようなゲームなど、それこそ無数にあります。ファントマキアの恨みは、いえ、恨みの原動力はこの世界に向いており、私とようであればコントロールすることもできました。そんなにうまくいくか？
もし連れて行って戦い続けられたとしても、倒さないとシェアは下がる。それにバレたら終わりだろう。それは分かっていた。だが他に手がなかった。一時的でも徹子の国を、次元を救いたかった。それが守護者たるミーの役目だ。分かっています。これは私たちの都合です。この世界をめちゃくちゃにして誤って許されるわけがないけれど、諦めきれなかった。本当にごめんなさい。どうしよう。まあ私たちもいつもしのぎを削り合って国取りしてるから、今度は次元を超えた国取りだったってことだよ。そうだな。私たちも戦い自体は否定できない。それがお前たちの戦う理由だったというなら何も言うまい。はい、あなたたちの正義は分かりました。謝るべきは正々堂々と来なかったこと。卑怯な行いは許せません。私は終わったことは気にしない。だが勝ったのは私たちだ。それは忘れるなよ。はい、あなたたちは強かった。力も心も。私たちは諦めないと誓ったのに。私は謝罪だけなんて許さないわよ。あなたたちは侵略してきたんだから、迷惑かけた国や人を助けて。もうそれくらいでいいでしょ。ノワールが怒っているというふうに見せかけて手を差し伸べているのは分かってるわ。ミーたちにできることなら復興は手伝おう。スチームレギオンも解散し、この次元の忍者たちは元の国に戻らせる。そういうのも後にしましょう。それよりもそんな辛そうな顔はやめてもらえないかしら。これをあげるから。ファントマキアから生まれたもの。どういうことだ。これを私たちの次元に持っていけば、新たな神、そしてそこに国が生まれるかもしれない。そうすればこの世界のように競争が生まれるかも。ミーたちの次元がよみがえる、その可能性がある。すべて終わったつもりでいたが、諦めるのはまだ早いと、そういうことなのか。あ、そうよ。それが言いたかったの。きっと私たちみたいな美しい神、女神に生まれ変わるわよ。違うわね。その顔は絶対に何も考えてなかった顔よ。私の話を止めたのは、暗くてシリアスな雰囲気が嫌だっただけでしょ。うん、でもなんかネプちゃんだし、結果オーライだよね。アッキ、いえ、ファントマキアはあなたたちに託します。これで伝説の巫女のお役目は終わりですね。これからは伝説じゃない巫女に変えないとね。それだと特別な感じがしないな。巫女姫とかどう？もうからかってますね。安心して、どんな姫でも私はついてくよ。皆さんありがとうございます。大切にしますね。ユウたち、迷惑をかけたな。テツコ、これからもよろしく頼む。やっと笑顔が戻ってきたわね。丸く収まったってことで、最終ミッションクリアよ。Thank you.
さて、大名として今回の顛末を書き記しておきましょう。後の世のために。超忍者対戦。突如襲来したスチームレギオンが仕掛けてきた対戦。忍者たちの働きによりその脅威は退けられました。スチームノバの修理も完了した。ミーたちは自分たちの次元国に帰る。そっか、せっかく仲良くなれたのにな。ごめんなさい。私たちはゲーム機を使って次元を復活させてみせます。まだ諦めません。うん、頑張ってね。どんな失敗も全て修行。諦めなければいつかたどり着ける。俺も行こう。貴様たちの次元とやらに連れて行け。ミーたちの次元についてくるのか。再び帰ってこれるかはわからないぞ。歌方、そこへ行く。俺は手がかりがあるならやるだけだ。うん、そうだったね。けどそのキーワードだけでついていくなんて、マックールっては徹底してるよね。私も記憶喪失キャラとして見習わないとだね。それだけではない。あの風景もだ。ヨウの記憶にあった。クモツヒラサカのミーの記憶、つまりミーたちの次元のことか。なぜだかわからんが懐かしさを感じた。俺のなくした記憶が故郷だと言っている気がする。なくした記憶が言ってるんだ。思い込みじゃないといいけど。でも行ってみないとわからないし、思い出すといいね。ゴーさんも次元を超えてきた可能性があるということですね。わかりました。一緒に来て構いません。俺は記憶を失ったが、貴様らのことは忘れない。また会おう。うん、約束だよ。記憶が戻っても戻らなくても、マックールはマックールだから。それじゃあまたね。スチームレギオンは去り、各国は復興を始めました。そして多大な活躍をした V の国の伝説の巫女アール姫とその忍者の勇気は。姫、今日もいい匂いがする。どんな味がするのかな。味見してみてもいい？勇気、やめてください。それに何にも味はしません。塩対応すぎるよ姫。それにベールの時と態度が違う気がする。もしかして私のこと嫌？ベールさんは他国の方ですから、失礼があってはいけませんし、勇気だって分かっているでしょう。それに勇気のことが嫌なわけないじゃありませんか。お二人を見ているともどかしくてキュンとしてくるです。私と愛ちゃんみたいですね。そうかしら。もどかしいことなんてもうないでしょ。ほら、私もコンパと。何を言わせたいのよ。この騒がしさは平和の証ですね。すみません、皆さん。鳩の国の復興を学び、 V の国にも生かすはずが、これでは毎日遊んでいるだけです。気にしないでください。アール姫たちは今回の功労者ですし、女神4人の強い希望もありましたから。姫、天気もいいしデートでも行こう。約束したでしょ。鳩の国のプリン団子ってのアンするよ。いえ、ですから私は遊びに来ているわけではなく、大名の娘としてイストワール様のお仕事を学ぶために来ているんです。
復興なら外を見た方がいいって。わかった、歩くと疲れるから嫌なんだよね。私が抱っこする、それならいいでしょ。ほら、もっとダメです、離れなさい。からかってるだけですよね。はあ、昔の勇気はこんなんじゃなかったのに。私も鳩の国で勉強したんだ、忠義を示す方法をね。姫やみんなにどこか壁を作っていたけど、やめた。私もあーんやデートをしてみたいです。愛ちゃん、試しにお願いしてもいいですか。コンパまで。ダメよ、みんな平和になっておかしくなってるだけ。私まで影響されるわけには。でも試すぐらいなら。いい加減にしてください。皆さんまでネプテューヌさんたちみたいにならないでください。わかりました、そんなに暇なら全員にミッションを与えます。働きなさい。まったくもう。さて、仕事の続きを。多大な活躍をした忍者女神4人とハニパ4人を忘れてはいけません。彼女たちは。今宵こそは鳩の国のシェアクリスタルを破壊します。それが私たちの任務ですから。また来たのね。いいわ、いつも通り追い返してあげるわよ。同じだと思うなよ。新しい技を試させてもらう。威勢はいいが、どうせ大層な名前をつけただけだろ。ま、嫌いじゃねえけどな。言っておくが、私はいつでも本気だ。油断していると火傷じゃ済まないぞ。自分たちだけが成長していると思っているなら、火傷をするのはあなたたちになりますわよ。そろそろ行くよ、これが私たちだから。本当に懲りないわね。いいわ、女神の力思い知らせてあげる。うん、お互いにね。アスカ、舞い忍びます。いざ。こちらへ参りましょう。みんな、朗報よ。新しく黄泉の修練ができるようになったわ。何それ、名前からして嫌な予感しかしないんだけど。まずは話を聞きなさい。みんなは蜘蛛津平坂で戦ってきたでしょ。その特性は覚えてる？特性？あれでしょ？なんか暗くて、いかにもラストダンジョンだって分かりやすいところ。違うわ、蜘蛛津平坂は強い思念に反応して幻影を映し出す。教えたわよね。それでね、大きな戦いをしたせいで負の思念、怨念が蜘蛛津平坂に溜まっているの。それが強敵として復活してるわ。これを放置すると、アッキのような存在が生まれるかもしれないし、お祓いしたいんだけど、これがまた強くって。みんなには、幻影から生まれたダンジョンに行って、その怨念たちを退治してもらいたいの。蜘蛛津神社から、黄泉の修練に挑むことができるから、存分に活用してね。ひほう、アイちゃんの仕事を押し付けてくるようになった。私はそんな苦労したくないのにな。忍者とは耐え忍ぶものよ。
これをなしてこそ真の忍者。頼んだわよ。参りましょう。ご依頼は来ているでしょうか。追憶も心の鍛錬です。